皆さんどうもこんにちは、クラキチです。はい、ということでね、今日はね、何をこすんのかというと、はい、キューキットサービスね、3回目かな。はい、とりあえず頭ができて、全身も一応ね、まあ、首だけ組んだんで、見せようかなと思って、動画にしてます。はい、大したことはね、しません。うん、できればこのキューキットのままのね、まあダメなね、ところを味わいたいんで、はっきり言ってね、かっこいい装備が欲しかったら、この HGUC、好きじゃないんですよ。うん。いいんだけど、やっぱ俺たちってさ、ね、俺たち逆襲の下を当時ほんと見に行った世代はさ、うん。この出来の悪さにね、もうびっくりしたんだよ、当時。うん、もうびっくりしたの、もう、パッケージ見てさ、かっけー側面見て、なんだこりゃーっていうさ、なんじゃこりゃーっていう。うん、当時ね、サザビーファンはね、もう、悪い意味でドギモを抜かれたっていうね。うん。名キットですね、名キット。迷うキット、名キット。はい。まあ僕の中でもね、歴代ひどいガンプラベスト3に入ってますね。第1位が、旧キット GP02。で、2位が同率、旧キットガンダムローズ&旧キットガンダムサンドロックで、3位がこの、サザビーの旧キット。うん。もう、三本の指に入る。三本の指が入っちゃう。で、今、兵しようとして出やがった。で、何がひどいって、この顔なんだよね。うん。顔。顔がおかしいんだよ、マジで、これ。で、まあ、パッケージがね、ちょっとかっこよすぎんじゃねえかっていう、ね。うん、HGUC の F91 もそうだけど、パッケージかっこよすぎるっていうのはね、よくないよね。うん。パッケージと品物をすり合わせた、イメージの絵を乗っけるべきだと思います。はい。で、本当にね、これをどうにかするくらいだったら、ぶっちゃけ本当にHGUC 買えないんだよ。もういっぱい売ってんじゃん。山ほど売ってんじゃん。アメリカザリガニみたいに。もう大量発生してんじゃん。もうどこでもいつでも買えっから、サラリーさ。うん。これでいいじゃん。まあ、これもね、ぶっちゃけ、これはもうおかしいんだって。おかしいんだけど、これよりマシだからさ。これよりマシだから、これ変えましょう。HGUC をね。はい。ただ、俺たちはね、どうしてもね、この HGUC 作る前にトラウマを乗り越えるべきなんでね、このひどいサザビー、うん。友達がみんな作ってはね、いらねえってあげちゃう。うん、俺も当時買わなかったんだけど、俺、ほんでファンネル、装備型とファンネル、装備してないニューガンダムを買って、ニューガンダム2個買ってんのに、ね、このサザビーは買わなかった。っていうくらい出さかったんだよ。で、やっぱ、HGUC 作る前に、こいつを一回乗り越えなきゃなと思ってさ、うん。その結果、まあ、一番の問題頭なんだよね。うん。頭と成型色さえ変えればもうちょっと売れたんじゃないかなっていう、もうちょっと評価が高かったんじゃないかなっていうのがありますね。めっちゃ鼻が詰まってて喋りづらいんだけど。はい。で、まあ、形にしたんでとりあえずね、頭以外も組み立てました。じゃあ見ていきましょうか。はい。ね、組んでて思ったけど、なんだろう。悪くねえなと思った。プロポーションは。やっぱ、頭がダメだったんだろうね。うん。ぶっちゃけ、こう見るとね、かっこいい。このパッケージがかっこよすぎるだけで、劇中のサザビーって実はこんなもんなんですよ。うん。なんつうんだろうな。やっぱ、所詮当時の作画だから、うん、今回のガンダムシードフリーダムみたいに安定してなくて、やっぱこんなのが、こんなシーンの、こんなイメージのサザビーが動き回ってますね。うん。煽り気味にすれば結構見れるんですよ、これ。うん。まあ関節とかどうしようかなと思ったんだけど、いいよ、もう。うん、ほんで。このまま作っていっちゃいましょう。うん。これなら、マシになったんじゃないの？かなりね。うん。どうじゃ、筆で、筆でいっかな、これ。エアブラシって言ったけど、筆でペタペタ塗りたい気分ですね。
まあどうせ大した出来になんねえからさ、うん、慌てみを消していきましょうかね。うん、そこ仕事。うん、でもね、かっこいいんだよこれ。そこそこキューキットなりに、うん、なんかびっくりしちゃった。組んでて、あと構造というかさ、あ、俺ビス使ってねえからこれ、あのどうせ無着で合わせ目消すから、うん、あの組んでて、なんだ、 HGAC とか RG で味わえない、なんかぬくもりを感じた、ぬくもりを、うん、すげえなんか懐かしいっすね、組んでて。かなり懐かしい気がしたよね。うん、懐かしかった。あ、こんなんだったなっていう、うん、でもね、この逆襲のキットでさえね、かなりマシになったんだね当時。うん、あの正直、あのヤクト動画とね、まあヤクト動画クエストギネ、あれ良かったんで、出来そこそこで、リガーズリも良かった、ニューガンダムも良かった。まあジガンもまあ値段的に9大点で、ね、やっぱダメなのがね、あのギラ動画とサバビ、ギラ動画とサバビはね、ダメだったね。うん、ギラ動画もね、ぶっちゃけどうにもなんないね。あの、あ、サダビーよりダメじゃねえ、あいつ。ギラ動画。忘れてた存在を。うん。あれも出来悪かったね。まあ、とはいえね、あの、当時としてはね、あの、まあ、顔の造形はともかく、キットとしてはね、あの、まあ、スナップフィットで、まあ、ビスは使うけど、スナップフィットで、色プラで、ね、ポリキャップも当然あって。あのダブルゼータとかの時代と比べたら相当マシになったぜ。うん、あの、ダブルゼータのキットとかさ、やばかったもんな。あの、ダボ軸とかねえのね。ダボ軸なくて、もう気合で接着するみたいな。気合でくっつけるみたいな感じでね。あの、ふざけんじゃねえよっていう。うん。ドーベルフとかさ、でけえな、相変わらず。このトゲトゲしてる部分じゃん。裏のトゲトゲの部分とかだ、その、アンテナとかさ、全部これあれだよ。あの、ダブとかねえよ。うん。あの、合わせるところがないんだよ。全部気合で接着剤で止めるっていう。あの、むちゃくちゃだったよな、当時、ほんと。このダブルデータとかゼータの時代って。気合で止めんだから、気合で。気合でまっすぐ。均等に止めんだよ、気合で。でも、まあ、この辺からもうね、あの、スナップヒットでもうかなり楽になったと思うんだよね。うん。まあでもね、あの、1000円でさ、ね、色プラで、ね、ポリキャップあって、まあ、ポリキャップはまあ、ゼータ、ダブルゼータからあるけど、うん、でも、サダビーはね、これ結構見れる。うん、まあ、そこそこ顔さえ出れば、うん、まあ、角はもうぶっちゃけどうでもいいから、うん。まあ、あとでどこが気になるっても、もうこのパッケージ見ちゃったらもう全部気になっちゃうんだけど、とりあえずいいんじゃないの、ほんで。ラインになっちゃった。ラインになっちゃったけど。とりあえずこれで攻めていこうか。うん。合わせ目消しますね。うん。筆か、エアブラシかちょっと決めかねてますけど。とりあえずこいつをね、攻略しないで、ね。こいつを攻略せずに、HG とか RG を作ってるやつは、ダメです。うん。こいつを攻略せずにね、もう、この HG のサービーとかもう、100年早いよ。うん、このね、当時のね、ひどい出来のこのキットを一回組んでから、ね、HG を味わいましょうよ。物事には順番があるんだよ、順番が。ね。ダメだよ、順番破っちゃう。ね。はい、まあそんな感じだね。なんとか、形になりましたね。はい。あんま期待しないでくださいね。これ以上やる気ないから、あとは合わせ目消して塗って終わりなんで。はい、そんな感じでね。フラッグシスター、バイバイ。